どうもプロタンです。寒すぎてシャツインです。はい、ということでですね、今日も大人気大好評大絶賛巨大クッキングシリーズパチ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 やけに玄関際で撮ってるんですけど、響きすぎてね、多分このアパート中の人みんな俺の声聞こえてると思うんだけど、ちょっと小声で聞きたいと思います。今日はじゃーん、題名にある通りバケツプリン、これぐらいの巨大のねバケツプリンを作っていきたいと思います。で、今日見事に今まで巨大化シリーズやってきて卵とかいろいろ買ってきたんですけど、すげえ余ってんすよ、これ卵とかアイスとかで。それで見たら全部ね、ほとんどその余った材料でプリンできるみたいなんで、今日ゼラチン買ってきましてね。で、僕のプロタンズ巨大シリーズはほぼあのレシピを見ずに直感でやるっていうのがねあのモットーなんで、また失敗するかもしれないですけど、まあ乞うご期待ということでクッキングスタート。はい、ということで安定のベンチプレス台の前に来ました。ということで、あのね、やっていきたいと思います。あのレシピ全然わかんないんで、ゼラチンをこれ一袋で、あの何だったかな、 250ml のそうできるって言ってたんで、ゼリーが、まあ今日はね、もうそのプラス10倍っていう6個あるんで1キロできると思うんだよね。このアイスも使ってやっていきたいと思います。はいはい、で余ったやつでね作っていくんだよね。なぜかしら卵1個をねかけてるっていう感じなんで、ここあれシナモンでうまく、まあ9個ね入れていきたいと思います。このあ、バケツに入れていいのかな、いやちょっと待って、バケツに入れるのはまずい、急遽これに変えます。これに卵を9個入れていきます。はい、ね9個ね卵入れました。こんな、なんかあれ楽天ってる、あ、こんなのにバニラアイスを一つね、あの一つ入れちゃいたいと思います。バニラアイス、これねマジ美味しいんだよな。ちょっと食べさせてください。うん、はい、美味しいです。一個ねドバーンとで、こんな感じになりましたね。で、これをかき混ぜていくと、本当はミキサーでかき混ぜなくちゃいけないらしい。でもやっぱ鍛えてますんだよね、僕なんかは。こんなのはね素手でいっちゃいますよ。はい、あれから5分10分ぐらいね、あのかき混ぜまして、なんとかねここまでトロトロになりました。めっちゃ冷たいです。やっぱりちょっとね一口食べてみたいと思う。色がねちょっとうまそうなんです。ちょっと一口、うまい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 。はい、次はですねゼラチンの出番になります。なんかついてんな、ゼラチン。これね、なんだった、一袋で 200cc だったから、200cc ってどれぐらいだ、ちょっと待って待って待って、10倍入れればいいながら、全部入れまして、いやちょうど入ってちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあちょうど全部入れました。ちょっと飲みます。ちょっとね多かったんで。そしてこれを電子レンジで3分温めたいと思います。はい、これで3分ぐらいでいいのかな。いや、よくわかんねえから4分でいっか。はい、よくわかんないですけど、まああの温めまして、わあいいか、うわ保育園の3時の牛乳思い出す。よし、じゃあもう入れたいと思います。全部、よしよし、うまくいってるうまくいってる。はい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 、やばい、スプーンがない、やばいやばい、あれ、あ、ちょっと、よしよしよし、かき混ぜます。はい、ローアングルからこんにちは。そしてあのそれでですね、まあ本番でこれをね入れていきたいと思います。よし、まずは、うわすげえキンキンに冷えてる。まずこれをね入れていきたいと思います。よいしょー、ちょっと待って、全然少ねえんだけど、おい全然少ないやん、
このバケツ買った意味、こちら。よいしょー。わ、なんかほんとプリンできそう。お、すごい。こんな感じです。こんな感じ。そしてこれに味付けで、おっ、ふざけんなよ、分かってたじゃん今。あーもう、いいよもう。でバニラエッセンス入れまして、そしてねシナモンもね入れていきたいと思います。ローアングルから、ローアングルからシナモン入れていくと。いやローアングルじゃねえし、高いところからです。あー、すげえいい香り。シナモンがすごいいい香りです。よし、じゃあサランラップしていきたいと思います。よし、はい、ではね冷蔵庫に入れていきたいと思います。大事だから。よし、入んねえじゃねえかよマジで。どこに入れんだよこれ、いろいろ出さなきゃじゃん。うわ、最悪なんだよ、やべえな。はい、一応整理しまして、やっと入れるんで、よし、じゃあ入れていきたいと思います。よし、これでね、3時間待ちたいと思います。はい、どうも、おはようございます。3時間後って言ったんですけど、固まる様子がなくてですね、次の日になっちゃいましたね。おはようございます。ということで、12時間ぐらい、14時間ぐらい経ちましたんで、見たいと思います。うわ、固まってるかな、すげえ怖い。おお、あれ、なんか全然違う、思った感じが。昨日は水分だったんですけど、水分っぽい感じ。ちょっと開けます。うおほら見てください、まあ、このちょっとね、ほこりまみれっぽいのはこれシナモンっすね。うわ、匂いがいい、シナモンだ。よしよし、では行きますね。よし、できた、すっげえできた、やっべえやっべえ、なんだこれ、できた、やば。はい、ということでですね、いただきたいと思います。すーげー重たい、こんなでかいです。ちょっといただきたいと思います。上から いただこうかな、端からいただくか。おお、すごいすごい弾力がありますね、めちゃめちゃすごい弾力がある。よいしょ、うわぁ、なんだこれ。なんだこの液。うわ、でもしっかりね、中もプリンっすね。いただきます。うまい。うまい、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 うまい。うわ、めちゃめちゃプリンだ。なんかね、味が薄い、ちょっと砂糖入れればよかった、もうちょっとバニラエッセンス入れればよかったのかな。でもこれに生クリームつけたら普通に神の味っすよ、これは。うまい、すんげえもちもちしてる、めっちゃもちもちしてる。なんでだろう、卵いっぱい入れたからかな。このすげえプリップリしてる、プリンだよ。あ、うまい、うん、しかもこれね、タンパク質超入ってるだろうな。卵9個も使ったし、これは半端ないぞ、このプリップリが。ブル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 震えてるもん、もう食べてくださいなんて言って。うん、うん、はい、多分これとこれが合いますよ。
これも入れてあるんだよね、中に。ちょっと味が薄いんで、ちょっとだけ乗せて、で、取ってこれでね、いただきます。うん、うまっ。うん、いやでもマジでこれうまい。これとアイスとバニラとこれね、最高に合う。うまいです。うん。